はい、こんにちは、こんばんは、山修です。皆さん新シーズン楽しんでいらっしゃいますでしょうか。シーズン17がスタートしたわけなんですが、まあ、今回はね、そのね、シーズンパスでもらえるね、スキンとかアクセサリーをね、まあ紹介しつつ、感じたことをね、話していきたいなって思います。まあ、本当にね、話すだけの動画であって、試合とか行ったりはね、しないんでね、そこはご理解いただけるとありがたいです。まあね、とりあえず、まあ、レベル1からレベル100までね、まあ、通常版とデラックス版をね、比較しながら見ていきたいと思うんですけど、まあ、ね、サクサクっといきますよ。本当に短い動画にしたいんで。まあ、スキンがね、こうやって最初レベル1のスキンですね。まあ、これはこのシーズン17のところに映ってるね、一番代表的なスキンだと思うんですけど、まあ、個人的にはね、まあ、結構悪くないんじゃないかなって思いますけど、特にこの、アーマー装備とかね、なかなかね、僕的にはこういうの嫌いじゃないですね。というか、なんか、シーズンパス、やたら、料金、こだわってますよね。毎回毎回、ちゃんとね、違うの用意してくれてて、で、レベル5になると、ね、この無料の通常版のね、パスでも、銃器の拳銃がもらえますね。はい。で、こっちはアクセサリーの盾と。で、10になると、また、デラックス版で、このダンボールのセットのスキンがもらえて、で、これ15でまた、デラックスのスキン、曇りゆく、で、またスダーッといって、20で今度はダンボールと女。で、24で、デラックス版がアイコン枠。で、25になると、無料の方でも、通常版の方でも、アイコン枠がもらえて、デラックス版だと、手持ちのね、杖ですね。これをね、僕的にはね、好きです。これ、ちょっと欲しいかな。ただ、多分買わないかな。どうだろう。買わない気がするけど、どうですかね。で、32でアイコン枠、デラックスで、で35でまた雲。今度はさっきのとは違って、ツルツルの雲。で、レベル40、デラックス版のこの、猫ちゃんのヘッドのアクセサリーが来て、で、45で人参のハンマーが来てって感じなんですけど、で、ここでようやく、ね、通常版の方にもアクセサリーが来ます。この、なんて言うんですか。ただの甲羅。確か、昔、あったよね。なんか、私なんか甲羅持ったよな。甲羅、アクセサリー。甲羅あったよな、背中に。あ、これ、こっちの亀の甲羅もありますね。これとは、またね、違ったやつですね。戻って、よいしょと。で、デラックス版ももらえると。で、55で、またデラックス版がセットのスキン。60でセットのスキン。で、アイコンワックが62。で、また今度70でデラックス版がスーパーブレイン。これなんか脳みそですかね。青い脳が見えてますね。セットのスキンがあって。で、レベル70、これ通常版が、アイコンワック。そして、デラックス版が火炎放射器。ドラゴンの方向ですかね。これがアナウンスの武器なんで、まあ結構いい、僕的にはね、おすすめですかね。火炎放射器よく使うんで欲しいって思いますね。で、80でデラックス版の、ゴルゴンのセットスキン。で、82で、アイコン枠。で、85でまた手持ちの、ブレード。そしてさらに、95でまた手持ちの杖と。今回手持ちまた多いですね。またここまでまた無料がないっていうね。で、結局最後には、通常版がレベル100で、バギーのスキン。そしてセットで、デラックス版が、ジャークドラゴンの騎士と、AK の、速射装機、ちょっと見方あれですけど、AK の、スキンがもらえって感じですね。ギフトパックは前のと違ってちょっとアイコン枠がメインになってますね。そんな感じでございます。というわけでですね、通常版、要するに課金をしない、無課金でゲットできる、アイテムがね、個人的には少なすぎるんじゃないかなって思いましたね。前回のね、シーズンパスだったらこういう色違いで、まあ、同じですけど、仮面がいっぱいもらえたりとか、あとは背中につける、触手みたいな、腕だっけとかもありましたよね。ちょっと、あれどこにある触手がない。あ、キャラ変えなきゃつけれないか。待って。
これで、服装飾っちゃアクセサリーで、これですね、増殖する腕とかね、こういうのも無料でね、通常版でゲットできたりとかしたんですけど、今回は、ね、たかが、拳銃のスキンだったよね。これですね。これだけっていうね。これが悪いわけじゃないですけど、これだけかっていうね。せめてなんかもうちょっとあったらなって思いましたけど、ね、前回、ね、こういう、ね、貫通の狙撃のスキンがね、こうやってもらえたりとかしたり、他にもあったんですけど、ね、ちょっと色変えるだけでも、ね、アイテム増やしていく。特にこれとかね、本当にこ色変えただけですからね。これぐらいでもいいのに、なんかもうちょっとね、ね、通常版のパスでもなんかもらえたらいいのになって思いましたね。さすがに、今回はね、明らかに少なすぎるなって感じたんですけど、まあ私だけでしょうか。まあ、ね。よかったら、ね、コメントとかで感じたことをね、書いていただければ、ね、シーズンパスで、私読みますんで。いや、本当に、ちょっと少なすぎるというか、まあ、課金すればいいだろうって話なんですけど、やっぱそれでもやっぱ無料でもらえるのはもうちょっとあってほしかったなってのが個人的な、印象ですね。いっぱいね、増やせるものあると思うんですけどね。例えば、なんだろう。例えばですけど、例えばね、これペットのスキンって未だに出てないんですよ。これワニアリゲーターのスキンだけこんなに3つも増えてるんですよ。3つも増えてるのに、他ね、ペットたちはスキンがまだないという、せっかくこういうね、スキンとのこれ、ね、能力とスキンのラン作ってるんだからね、増やしてあげたらいいのになって思うんですけど、特にね、走破の主役というかね、メインのマスコットキャラクターなんてね、このハマーなん、DJ ハマーなんだからさ、こう、せめてもうちょっとね、スキン出してあげてもね、いいと思うんだけど、なぜか、これめちゃくちゃ優遇されてるね、ワニちゃんなんですけど、なんでですかね。このスキンとかも、こだわりすぎでしょ。明らかにこれ、気合入ってるもんね。他のね、ペットのスキンとかも出してあげたらいいのになーって思いますけどね。まあそんな感じです。というわけで、この動画は以上。